はい、YouTube です、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いや、なんで車内でそんなだるまみたいなダウン着てんの？いや、この後外出るからですよ、今日の客は。なんか疲れてそうですね。疲れてます。どうしたんですか？お、YouTube の方々、元気いっぱいな姿見せませんか？いや、もう、うん、無理ですね。え、なんでですか？もう今日はもう一言も喋らず、はい、やろうかと思ってます。いや、チャップリンじゃないんだから。喉がね、ちょっとずっとずっとなんか言ってるんですよね。まあいいよ、そんなに身振り手振りとかなんとなく顔面で喋っていただければ。そうしましょう、うん、全然問題ないですよ。はいはい。で、今日はどうするって、はい、今日はですね、以前やったんですけれども、はいはい、さっきラビットに出てきたと。そうなんです、はい、朝の生放送番組、まあ、8時から10時までやってるというラビット、以前このチャンネルでやったんですけど、ポカポカっていうフジテレビの生放送のグルメコーナーで紹介したニューバーグっていうね、はいはい、ニューバーグさんにね、高円寺のハンバーグ屋さんなんですけれども、うんうん、そちら生放送直後に行くという、まあ、行列ができているか、我々のインフルエンサーぶりはどんなもんなのかということでしたけれども、うんうん、その第2弾じゃないですけど、はい、まあ、ラビット終わりでお店に行ってみたら、まあ、どんな感じかっていう状況を確かめてみようかと。そういうことね、はい、今日ラビットで紹介したのは、はい、山本さんがプレゼンしたんでね。そうです、私がゴッチトンっていう代々木の豚汁屋さんを紹介させていただいたんですよ、はいはい、でもちろんすごい行列になってたりとか混んでたりするんじゃないかなと、うんうん、山本の影響力で、うんうんうん、どれぐらいの人気ぶりなのかな。まあ俺が入ったら、まあ、わー山本さん今日一日ありがとうございました、あ、おかげさまで大盛況でしたよ、わー花束パー、まあ、とにかくその、うんうん、ゴチトンね、はい、混んでんじゃないかと。そう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 、まあ果たしその検証も含めですけれども、うん、今日ちょっと多分店内許可取ってないんで、うんうん、テイクアウトしようと思ってるんですよ。なるほど。そうで、テイクアウトして、はい、メッセージがたまに書いてある。そのメッセージっていうのは、うん、それは何なの？そのたまにスタバとかでやるじゃん、メッセージ書いてあるかどうかっていうのを、うん、山本っていうのを認識した上で今日ありがとうございましたみたいなメッセージを今日書いてもらえるんじゃないかと。ああ、なるほどね。生放送紹介してもらってありがとう、山ちゃんいつもありがとうございます、利用していただいて、はいはい、今日は特に、大盛況でウハウハです、黒字みたいな、それを書いてくれるかどうか。うん、そう、検証もあるってことね。そういうことです。はいはいはい、うん、やってみますか。ね、壁に喋ってるみたいで俺ずっと。まずは、うん、あとはそのゴチトン、今日紹介したのは、うん、コーンバター豚汁。はいはい、ちょっと変わり種だよね、はい、そうだよね、まあ、紹介はしたんだけれども、うん、食べてないの自分自身。ああ、プレゼンだけね。そう、うん、プレゼンだけして席食べたんだよね。食べた。そう、全然紹介したのに自分食べてないから、それも兼ねて行きたいなと思ってるんですよ、はいはいはい、そうしましょうよ、うん、俺も食べようかな。あ、そうですか。喉にいいかな。あ、まあまあそうじゃない、なんかちょっと油で滑らしたりだとか、うん、なんかいいって言わない、そういうの。そうなんだよね、うん、温めた方がいいっていうか、閉まっちゃうんだよね、黙ってると。うん、さっきも映像をずっと見て、はいはい、でスタジオ降りてきて一言コメントするみたいな。まああります、そういう。結局映像を見てる間ずっと喉キュッてなってるから、うん、降りてきた時に、うん、大勢が「あのですね」っていう本間さんな、レスラーの。そうそう、ずっと喋ってる番組だったら、はいはい、まだどうにかなるんだけど、うん、これ僕はどうにもなりませんね。どうにもならない、休むのが一番らしいですよ、YouTube 撮らないで。そう、帰ろう。いや、意味が分かんないよ。アウトレイジじゃないんだからさ、山本帰ろう。木村帰ろうな、それな。何やってんだよ、あんちゃん。あれ木村帰ろうっつってんのかな、あれ木村帰らっつってる可能性ない、あれ。いや、エータっつってたよ。いや、その旦那さん、旦那エータ、旦那さんの方を一個飛ばしちゃってるじゃん。エータ改め長山エータって言ってた。変わったけどね、うん、最近フルネームに変わりました。いっぱい喋るな、こいつ。エータ改め、喉が無事だといっぱい喋るな。長山エータさんね、そうそうそう、変わりましたけれども、どうですか長山エータさんに関するエピソード。え、何も思いません。番宣女優と喋ってんのか俺も。なんか細い声で昨日聞いたこと言わねえな。いや、ちょっともう番宣女優が昨日聞いたこと言わないってわけじゃなくて。いや、大丈夫です、番宣女優は見ません。番宣女優クラスはこの YouTube 見ませんので。え、見ないの？見ません、見ません。まあ、それで私はごちそう今から行かせていただきますので、うん、はい、皆さん乞うご期待ということで。そうね、メッセージは書いてあるのか、外に行列はできてるのか、乞うご期待、乞うご期待だぜ。もう限りなく声帯揺らさないようにして。さあ、今ごちとんさん向かってるんですけれども、はい、先ほど我々がいたところはですね、うん、あの普段我々が週1回ラジオお世話になっている、はい、FM 富士というところ、そこでタイムちゃんという番組レギュラーラジオやってるんですけれども、はい、そこの駐車場をお借りしてましたね。そうですね、はい、俺本当に多い時は週1回ごちそう行くからね。
あそう、このラジオのたんび火曜日の夜で食べるときにこのごちとん行って、ラジオ迎えますから。だからもうルーティンでしょ。そうそうそう、もうこっからすぐだから、もう歩いて 2、3分。はいはい、この FM 富士からごちとんは。さあまず人がいるかどうか。そうね、これきっと大行列できてるでしょ。そうですね、はい、間違いないと思います。あ、今いました、ありました、ごちとん。え、大行列ですか。ないです。ちょっと待って、ごちとん、俺がラビットで紹介したごちとん、あれ、ちょっと待って、全然並んでないでしょ、おかしくない。やってる、やってはやってはいるね、やってはいる、やってはいる。なんか一瞬だけ通り過ぎていい、いいよ、一瞬だけ通り過ぎていい。なんかほら、後ろ後ろ、あ、今日来たってパニックになる可能性あるからさ。あ、了解。ちょっとごちとん一瞬通り過ぎる。絶妙に笑えないぐらい8割入ってる。まあまあ混んでる。じゃあ影響力はありそうだね。絶妙にこの入ってないよとも言えない。撤収。いや、なんでここまで来たんだから、はい、それは食べますよ。そりゃテイクアウトだけする。そうしようか。何食べたい、まあ、俺今日じゃあおすすめしたやつする。いや普通の方がいい。なんでだよ。え、俺が皆さんに今日紹介したバターコーン豚汁なんでいかねえんだよ。食ったもん俺今日一回コーンバター豚汁か。うん、ちょっとどっちか忘れたけど食ったからな。いや食ったからで、俺はその色着てきてんだから今日俺。あ、そうなん。そうだよ、ほらほらほら、めっちゃうまそうでしょ。で、私が今日ラビットで紹介したのは味噌バターンコーン豚汁定食で、どうしますか。そうだな、うん、いやでもシンプルなのがいいかな。あ、シンプルなのは俺いつもこれのアジフライをトッピングしてるんで、うんうん、そう、アジフライがうまそうなんだよ。じゃあ私、じゃあ私行ってきますんで。お願いします、はい、いる？何食べる？スペアリブ豚汁とかもおすすめよ。すげえ。スペアリブ、うん、だってスペアリブキャンプ好きでしょ。はい。嘘つけ、行ったことねえだろ。嘘つけ、いい加減にしろ。キャンプのブランドを着飾ってるだけで行ったことねえだろ、嘘キャンパーが。ちょ、その3つで私テイクアウトしていきますんで。はい、はい、少々お待ちください。すごい、店内が何のざわつきも覚えてません。これはすごいです。今日ラビットが実は放送されてなかったんじゃないかっていうぐらい。出てきそうなところなんですけども、はい、めっちゃなんか上蓋に書いてる。え？なんか白いペン、銀のペン、わかんないけど、何かメッセージっぽいもの書いてる。大変お待たせしました。あ、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、ついに、はい、こちらゲットいたしまして、はい、はい、ついにゲットいたしまして、はい、ごちとん、ごちとんでございます。笑われてますよ、可愛い女の子に。あら、おじさんが豚汁ではしゃいでるから。代々木といえばやっぱり、はい、私たちのお膝元なので、はい、はい、多分たくさんガール、山ギャルたちが集まってくれたんじゃないでしょうか。違うでしょ。え、違いますか。見下してるんでしょ。また豚汁持って小走りだよ。なんで豚汁ってバレてんだよ。さあ、私、ごちとんやったさんで、3つ買ってきまして、はいはい、なんかラビット見たっぽい感じのメッセージ書いてたような気がするんだよな。基本テイクアウトで、FM 富士っていうところの楽屋で食べてます、私は。いいところですね。そう、この坂が、あの有名な関がサラリーマンに注意した坂ですね、うん、あ、ちょっと詳しく教えてください。この坂が、私が向こうの道から、うん、はい、駅に向かって行こうと思ったらですね、はい、帰り道かな、はい、うん、こっちあるってこうと思ったら、うん、酔っ払ったサラリーマンがこれ用を足してます。結構シャドウありますよ、ここ。そうなんですよ、ここ結構ついてます。そうなんです、うん、で、その用を足した尿、うん、がですね、うん、ゴールテープのようにこうあ、こっちの方が高いから。そう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 、あ、こっちに向かって流れていった。そうなんですよ、うん、その高さのあるところ、低いところに、うん、水ってそういうもんですか。そういうもんだな、確かに。で、こう流れて真横になってて、うんうんうん、で、俺はもう疲れて帰るときに、うん、こっちから来てた。俺はこいつのしょんべんをジャンプで避けなきゃいけないんだと思ったら、うん、腹立ってきて、腹立ってきて、お父さんっつって、あ、話しかけた、こう、うん、こうしてるってことでしょ。お父さん、え、何、ダメだよお父さん、ダメだよって言ったら、うん、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい悪いとは思ってんの。なるほど、話しかけられた時点で、あ、しまったと思ったってことね。そう、だから、はい、ごめんなさい、でも止まないの、酔っ払ってるから、うんうん、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいっつって、しょうがないから俺はこうあ、かわいい、ゴム跳びみたいに、ゴム跳びみたいに尿をジャンプしてさあ、今私たちはというとですね、はい、普段お世話になっている FM 富士さんですね、はい、もう何年 ?16 年、16年ぐらいお世話になっている、はい、まあ、レギュラー放送やらせてもらっているところの楽屋ですね。だから人生で一番通ってんじゃないかな。ああ、その仕事で言うとレギュラーでな。そうそうそう、うん、分かる分かる。
16年ぐらいやらせてもらってて、はい、お世話になってるんでちょっとご協力いただいて楽屋、まあ、事務所貸していただきました、はいはい、ここでごちとんの、豚汁いただきたいと思いますよ。いただきましょう。あと、まあ、裏テーマといたしましては、はい、私のメッセージが書いてるかどうか、それね、今日「ラヴィット!」で、応援ありがとうございますと、うんうん、それは別に催促するつもりはないですけれども、ちょっとまあ書いてくれたら嬉しいなと、はいはいはい、検証結果ですね、見てみましょう、はい、じゃあどうぞ自ら出せる、私が出しましょうか、じゃあ、はい、うわたっぷりよ、こんな感じで、うわーすごい、いや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 、はい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 、まず米2の、汁2です今、はいはいはい、どこに書いてるか俺わかんないからな、いやあれなのよ、普通のこう透明な蓋、うん、黒い器に透明な蓋してあるのね、この透明な蓋のところに書いてあるのよ、ちょっと行ってみますか、まずは米普通盛り、はい、はい、こちらです、米2は、あーでも出来たて冷たて、あーだろ、あったけー、あーいいだろ、嬉しい、うん、あちょっと待って、どうした、なんか書いてある、お、見せてよ、今一瞬見えた、今日生放送で私が、紹介させていただいたお店、はい、その足で行きました、そしてそちらの蓋に書いてあった文字がこちらです、出ました、はい、ゴロゴロ野菜、関係ない、関係ないです、はい、話が違うじゃない、はい、関係ない、間違えないようにするやつじゃない、こっち大盛りとかにしたら飯大って書かれるじゃない、今日ラビットありがとうございますとかじゃないじゃない、ちょっと待って、うん、俺今日ちょっと一回落ち込まして、このポーズでお前の目ついてやろうか、俺ラビットのラビットポーズで、こことここザッっていう、これちょっと待って、俺は、うん、これ今日紹介してないの、これは、うん、席とかカメラマンの分じゃないかと、確かにこれは私が頼んだやつ、そう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 、はい、これは多分もう伝わってると思う、じゃあ、うん、お願いします、いいですか、頼むぞ、私のライスがありまして、はい、さあ、なんかちょっと待って、お、どうした、なんか書いてあった、見して、なんか白い文字でなんか書いてあったぞ、見して見して見して、ちょ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 、なんでそんな変な開け方すんのよ、なんでそんな別に、え、違う違う違う、だからジャンって出させてよ、いいよ、さっと出しゃ、いや、なんでそんなこと言うの、テレビじゃないんだから、ね、いや、テレビじゃないんだけど、じゃあ、さあ食べるよ、俺もテレビじゃないんだから、いや、違う違う違う、ちょっと待って、え、いい、ちょっと待って、お、ほらコーン、いつもありがとうございます、お仕事頑張ってくださいやりました、やった、おー、ほら、書いてあった、でもこれ、うん、コーンに行けって言ってない、え、ちょっと待って、え、山本さんだと分かんないよ、あ、山本さん、いつもありがとうございます、お仕事頑張ってください、分かるけど、うん、コーン、いつもありがとうございますだから、うんうん、多分これ、トウモロコシに向けて言ってるメッセージじゃない、いや、違うくない、地球ありがとうみたいな、いや、違うくない、コーン、ありがとうございます、え、山本さんにって書いてないよ、いや、山本さんへと書いてないし、これ、このゴロゴロ野菜とコーンのこの何が入っているかっていうコーンを、うん、そして山本さん、いつもありがとうございますでしょ、山本さんって書いてないな、え、誰にでもやってんじゃないかな、オリオリオリオとか書いてある、どっかで、どういうこといや、なんでもないです、ブラザーコンサートの話でした、あー、そういうことね、失礼いたしました、今日全然鈍いですから、あんまりあんまり早いのやめてくださいね、めっちゃ鈍いかかってないんだよ、いやいや、これ俺でしょ、山本さんだとしてラビットってのは書いてないか、まあ俺がとにかく言ったっていうことで俺だってことは認識絶対してもらってる、まあまあまあ、それはなんか常連の文っぽいよね、あー、なるほど、今日の手柄じゃない感じ、なるほど、いつも来てくれてありがとうの文字っぽいんだよね、でもさ、でもさ、うん、これさ、ちょっと待って、ってことはよ、これ出してみていい、うん、ほら、これにはスペアリブって書いてあるでしょ、うんうん、ってことはさ、うん、3つあるじゃん、これ3つね、今日ラビットに何紹介した、これだね、これでしょ、これを紹介しました、3つのうち、なんでこれに書いたのってことはでしょ、うん、ラビットを見たってことでしょ、今日違う、まあその可能性はあるけど、うん、ラビットで紹介したっていうのはまあ前例として来てるかもしれないね、はい、だから、うん、ラビットってことだね、何何ずっと今日何言ってんのラビットで紹介したのは前例としてあるってことねってどういうこと、うん、じゃあラビットに見てくれたってことじゃない、うん、あ、まあそうかな、そういうことだよきっと、うん、大成功、争いがいのねやつだなこいつ全然争いがいがない、え、じゃあいただきますか、じゃあそうしましょう、とりあえずこれ OK ってことね、うん、いいんじゃない、わかりますもうしょうがない、なかなか大変なのね、うん、わかりました、え、早速いただきます、いや、これ嬉しいね、でもね、いいね、めっちゃいいよ、これ工事とも見えるしさ、ちょっと遠目から見たら、まあ遠目で見るやな、工事いつもありがとうねって、うん、有事にも見えるからなじゃあ、いただきますね、そう、これ食べてほしいのが一番、これ食ったことある、
俺はあるよ。あるのね。そう、ある。ある。初めての感動とかじゃないのね。うん、あの、たまに食べる俺も好きで。いや、だったらこっち行ったことなかったでしょ。それ今日食べたのよ。ラビット。これ食べたことないの？これあるんだよ。あるんでしょ、うん。じゃあさ、あんまり感動の食レポできないじゃん。いいしないよ、YouTube で食レポなんて。もう無言で飯食って終わりだよ。いつもしてるじゃん、割と。いやいや、もう今日黙ってた。YouTube 無言で食ってないよ、別に。テレビつけながらもう食べようよ。うまい。うまい、うまいね。いや、これは嬉しいじゃないのよ。見てくださってたよ、これ。嬉しいね。ついに。そう。でもちょっとスタバに比べるとデキレースなところはどうしたのかな。いや、はい。よく行く店に書いてもらっても、それは、あんまりちょっとな。性犯罪かな、もう。全然違う。なんで、むしろ悪の方になってんだよ。これ、見て。うんが。味噌、もやし、コーン、で、豚、バラですね。これバターがたんまり浮いてて、これめっちゃうまい。いただきます。うまっ、あ、おいしい、うん、うまい。そう、バターがめっちゃおいしい。塩気と味噌のコクとコーンのシャキシャキの甘さ、これ最高。おいしい。うまっ、うん、めっちゃおいしい。これこれだから始まる前の、うん、まあ、8時ぐらいに入って8時半ぐらいまでこれ食べて、そこから打ち合わせしてみたいな、はいはいはい、こっちのルーティンなんですよ、これ、うん、決まってる。ラジオ前ね。あれ、いつも何食うんだっけ、ここ前、ラジオ前って。結構俺バラバラかも。バラバラ。富士そば。富士そば行く。うん。ウェンディーズ。あー、ウェンディーズも行く。ちゃんぽんの次元もん。え、あそこ最近できたとこだよ。そうそう、行った行った。野菜中心だよ。そう、野菜全部残す。なんで異常者かよ。汁だけ飲んで、ちゃんぽん。野菜中心のちゃんぽん飲みしてる。なんで野菜残すんだよ。結構行ってんな。スタジオぐらいで行くぞ。まあもちろん16年通ってるから。わぁ。ラジオぐらいがうまいんだよ。あ、どうもお世話になります。皆さん働いてらっしゃる。みんなテレビさん一生懸命働いてらっしゃる。うんうんうん。我々だけが変な場所で飯を食って。うんうんうん。麦味噌と米味噌が選べて、うんうん、麦の方がちょっと塩気が多いで、米の方がちょっとあっさり。なるほど、うん、美味しいです。塩気多い方が米す米食い終わっちゃうじゃん、もう、うん、食べたことあるから、うん、ポンポンとして。じゃあ自分が食べたことないのをこう頼んでみてもよかったんじゃない。でもみんなこう通常のやつ知らないから、うんうん、一回ね、うんうんうん、もう一押し欲しかったってなるね。俺のせいなの。もう一押しなんか変わりだねよって言ってくれたら、俺がそうだなっていう、もうちょっと違うのを食べた方がいいんじゃない、うん、皆さんと一緒に初見でっていうことだと。お世話よかったってこと。そう、なんかため口したら分かってても何かあったのって言ってほしい。うんうんもう手の力と口の力のバランスがなくなっちゃった。ひどかったね。バターを持ち上げる力がなかったね。もう間もなくです、私なんか。うん。だからすんごい食べ応えあって、お肉食べた、ご飯食べたって感じなんだけど、結果野菜超取ってるっていうのが、まあね、ごちそうの良さだと思うんですよ。確かに。うん。うまい。いや、美味しかった。うん。最高だよ。あと必ず差ができるんだよな、こう食事系のものを食べてると。そうなんだよ。うん。俺結構あれ喋るの好きだから、うんうん、喋りながらこう食べるけども、俺食べる方が好きだからそうでしょ。やめちまえよこの仕事。喋り度外視になるから。やめろこの仕事も。じゃあ、うん、おいしい。いや、暇だなじゃないのよ。まだかな。うん、最高最高。めっちゃ美味しかった。いやー最高でしたっていう動画でした。はいはい。喉も治りました。あ、本当ですか。だいぶ出るようになりました。あ、確かに序盤よりはだいぶ、はい、うんうん、今からもう一杯食べてもいいぐらいですか。いや、それ食べたいだけでしょ。ただ私それだったらお腹空いてるだけでしょ。私減量しませんのでいや、失敗しませんのでみたいな。大門みちこ私、うん、絶対減量しませんので。あ、いいですね、うん、大門みちみちこね。あ、パンパンになってる。パンパンになってます。ウインナーみたいな状態。私減量しませんので誰ですか、あなた。大門みちみちこです。みちみちこやっぱ最後まで元気なかったですね、今日ね。あれ怖いんだよね。なるほどね。いや、全然いいんですけど。そうそうそう。なんかっていう間に俺もちょっと枯れ始めてない？いや、そりゃそうですよ、うん、枯れますよ。わかりました。ちょっと療養させますんで、はい、はい、皆さんずっとご心配なく、はい、体調は全然元気ですので。ちょっと声がね、ちょっとあれでしたけれども、声の方がね、はい、裏声で喋ればいいんじゃないですか。裏声もちょっと危ない。裏声もちょっと危ないですか。はい、わかりました。というわけで見事こちとんメッセージ書いてもらいました。皆さんも成功賞味あれ。サブチャンネルということで、ちょっと新たな企画を始動しようかなと、はい、はい、スタートしようかなと思いまして、うん、なんか前からちょいちょい言ってたんですよ、公式グッズがねえなと。
ついに発注いたしまして。鶴太郎さんでしょ。いやいや、そんな振り切ってないですよ。私が、はい、ご依頼させていただきました、はい、ストマックエクさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先にお金出しよ。なんでだよ。いや、例えばこんなものとか、なんかいろんなこうアイテムとかが、ポンポン